バレーボール SV 男子の j テクトスティングスが9月4日、公式 X、旧 Twitter を更新、キックオフミーティングを実施したと報告した。同クラブは、監督、全選手、スタッフ、フロントスタッフ全員が集合キックオフミーティングを実施しましたとミーティングの様子をアップ。ミハウボ・ゴール監督が、 一致団結で戦いましょうとコメントしたと明かし今シーズンのスティングスにご期待くださいと呼びかけた。その中でも、とりわけ話題になったのがパリ五輪にバレーボール男子日本代表として出場した宮浦健人のスーツ姿だ。X では、すぐさま宮浦くんがトレンド入り、ポーランドやフランスで経験を積みパワーアップして帰ってきたオポジットは、白シャツを腕まくりして、大人の雰囲気を漂わせていた。 宮浦の宣伝コーデに女性ファンの黄色い声が相次いだ。ちょっと待ってくれよ、スーツの宮浦くんの破壊力はすごすぎる。スーツ着ただけでトレンド入りする宮浦くん。かっこ良すぎて鼻血だそう。腕まくりが良い、恋に落ちてしまいそう。ニヤニヤが止まりません。宮浦様そのうち絶対アンアンの表紙になるわよ、といったコメントが SNS 上に寄せられている。